回はすごく自分自身も楽しんで司会ができたんです。こんにちは、綾瀬はるかです。よろしくお願いします。肩甲骨回すのはよく撮影の合間に回しますね。チョコレートいただいたり、1日と2日続けて、続いては誰々ですっていう夢を見ました